今月12日、京都市内で行われた陸上の記録会。市内の小学校に通う6年生およそ800人が出場し、1キロのタイムを測定する宮古キッズランです。今回初めて開かれました。スタンドには笑顔で自分の番を待つ女の子の姿がありました。小柳あかりさんです。めっちゃ緊張してます。パッて見た時やっぱめっちゃみんな早かったので、ちょっとついていけるか心配です。しかしこの1ヶ月前、校庭で練習に励むあかりさんの表情は対照的なものでした。何のために走ってるんやろなみたいな思ったりしたけど、やっぱちょっと出てみたいっていう気持ちがあったので。こう話すのは、記録会の開催に伴い、あかりさんが目標にしていたある大会が休止となったからでした。大文字駅伝。1987年から始まった京都市内の小学校ナンバーワンを競う駅伝大会です。予選を勝ち抜いた48校の子どもたちが8区間およそ12キロの公道を駆け抜けるという全国でも珍しい大会です。その様子はテレビで中継されるなど、冬の風物詩として親しまれてきました。あかりさんの家族にとっても大文字駅伝は特別です。長女の日向さんも3年前アンカーで出場しました。あかりさん、これ覚えてる？お姉ちゃんが走ってる。ちょっと覚えてます。やっぱ応援しに行ってたので、アンカーしててすごいなって思いました。さらに準優勝した時の盾をもらってるのを母親のあゆみさんもかつて参加し準優勝、輝かしい成績を残しているのです。ずっと、陸上を続けてきて、原点までとは言いませんけれども、きっかけになったものなのかなというふうには思います。駅伝一家の小柳家にあって、あかりさんも自然と志すようになっていきました。ところが去年7月、小学校から保護者宛てに1枚の文書が。そこには京都の冬の風物詩として市民に親しまれてきた大文字駅伝大会について、当面の間休止することが決定されました。突然の休止の知らせでした。びっくりしたし、ちょっと自分もやりたかったと思ってたからちょっと悲しかった。背景にあったのは、大会を重ねるごとに増していった勝利至上主義に基づく練習の過熱化でした。夏は朝に参道を走り、昼からは学校での練習でした。合宿もありました。冬は雪の中も走りました。休みもほとんどなく、本当に毎日走っていました。練習を始めると辛くしんどくて、正直練習が嫌になったことがありました。遊んでいる周りの人を見て早く遊びたいと思いました。10年間大文字駅伝に出場する選手の事前検診に当たってきた森原徹医師、驚きの検診結果が出たと振り返ります。 30% ぐらいですよね。10人に3人ぐらいはやっぱり、膝だけじゃなくて膝、足、肩含めて痛いという子がいました。これはどうなってるんだという驚きは驚きでした、ね、小学校で未成熟のところで負荷をかけるっていうのはあんまりよろしくない。練習に関してはちょっと制限をしっかりしなさい、そうしないと怪我人が増えますよっていうことは絶対しましたし、勝利至上主義じゃないような大会運営をちょっとお願いしたいな。こうした過熱ぶりを複雑な心境で見つめてきた人もいます。
大文字駅伝の立ち上げに携わった中川義彦さん。当初大会に込めていた思いは全く違うものだったと話します。スポーツではあるけれどもお祭りやと思ってくださいっていうようなことを僕は言ったことを覚えてますね。競技会じゃない、そら楽しいやろうなと思いました。これはおよそ30年前、始まって間もない頃の大会の映像です。京都の小学生に混じって参加していたのは外国の子どもたち。パリやキーウなど姉妹都市の学校を招待し、まさにお祭りムードでした。ところが徐々に優勝を追い求める学校が増えるなど、大会のあり方は変化していったのです。金塚っていうのはちょっとは予想しませんでしたね。まさかこんなに加熱というか、すごいことになるとは思ってもなかった。大会を存続すべきなのか、主催する京都市教育委員会などは難しい選択を迫られました。最初はガイドラインを作って、週3日1時間半以内という上限を定めたんですけれども、回を重ねるにつれて多少練習したぐらいではなかなか支部予選を勝ち抜けないと、特定の学校の一部の子どもにというような大会になってしまっていた。ある意味ブレーキがかけられない、いよいよ難しいなということになったと思います。主催側での1年半に及ぶ議論の結果、苦渋の無期限休止が決まりました。その代わりに各学校で選ばれた6年生がそれぞれ1キロのタイムを測定する宮古キッズランが誕生。対抗戦ではなく、あくまで個人の記録会へと変わりました。大文字駅伝の出場を目指してきた小柳あかりさん、その夢こそ叶わなかったものの、記録会に向け走り出していました。やっぱり緊張するけど、選ばれたので一生懸命やっぱり頑張って、みんなで頑張って楽しくやれたらいいなと思います。迎えた大会当日、あかりさんは大文字駅伝でお姉さんもつけた伝統の鉢巻きを巻き、スタートラインへ。今夜は6年間の集大成をかけた挑戦が始まりました。抜きつ、抜かれつ、苦しそうな表情を浮かべながらも懸命に走ります。応援していたあかりさんの両親も頑張ってる。おー、そこだよそこだよ、一緒に。そして、無事最後まで駆け抜け、自己ベストのタイムも更新することができました。駅伝じゃないけど、記録会やけど、みんなで頑張る気持ちで頑張れたので良かったなと思いました。たすきがなかったのはあったらいいなとは思いましたけど、目標に向かって、友達と一緒に、学校の先生もみんな一緒に、こういう大会が持てて、とてもいい経験になったんじゃないかなと思います。子どもの未来にとって最適な形は何なのか、小学生スポーツの在り方が今問われています。